シュンと日本語ポッドキャスト71、初心者 beginners 元気1 level、 テレビゲーム video games。 どうもこんにちは、日本語教師のシュンです。元気ですか？私は今日も元気です。今日はテレビゲームについて話したいと思います。皆さんはゲームが好きですか？私は子供の時はたくさんゲームをしましたが、最近はあまりゲームをしませんね。あ、クイーンズタウンのホステルに泊まっている時はホステルにPS4 があるのでよくゲームをしていました。 FIFA をしていました。皆さん FIFA を知っていますか？サッカーのゲームですよね。本当に楽しいです。時間があるときは友達と FIFA をして遊んでいました。今も時々ホステルに FIFA をしに行きますね。でも実は日本に FIFA はありません。日本には FIFA と同じゲームがあります。でも名前は Winning Eleven です。ちょっと変ですよね。ヨーロッパの人は Winning Eleven を聞いたことがありますか？私は高校の時ほとんど毎日友達とウィニングイレブンをしていました。学校から友達の家に行って夜遅くまでゲームをしていましたね。今は皆さんはパソコンでゲームをしますか？私の生徒もたくさんパソコンでゲームをしていますね。私の友達はスマートフォンを使ってゲームをしています。パソコンやスマートフォンは便利ですよね。最近は任天堂スイッチや PS5 も出ましたよね。私が子供の時は任天堂64が流行っていましたね。日本語で64と言います。今でも日本に帰った時時々64をしますね。皆さんは64をしたことがありますか？知っていますか？64の中で私はスマッシュブラザーズが一番好きでしたね。弟とよく朝までスマッシュブラザーズをしていましたね。スマッシュブラザーズはやり込んでいましたね。皆さんは子供の時どんなゲームをしていましたか？今は本当にたくさんのゲームがありますよね。今は無料でゲームを楽しめるようになりました。そして無料のゲームのクオリティも高いですよね。いや、時代は変わりましたね。あとは体を使って感じることができる VRなどもありますよね。私はまだ VR をしたことがありませんが、してみたいですね。面白そうですが少し怖いです。 VR は少し酔いそうです。皆さんは VR を持っていますか？したことがありますか？Words and phrases used in this episode. 出る to appear. 流行る big hit or popular.
or in fashion. 子供の時、任天堂64が流行っていました。As a child, Nintendo 64 was popular. やり込む、to be absorbed in. 私はゲームをやり込んでいました。I was absorbed in that game. 無料 free of charge. 楽しむ to enjoy. 時代 era. 変わる to change. 時代は変わりましたね。era has changed. 感じる to feel. など etc. 用to get the motion sickness. はい、今日はゲームについて話しました。どうでしたか？皆さんはどんなゲームを持っていますか？どんなゲームをしたことがありますか？よかったらぜひ YouTube のコメントで教えてください。 Thank you very much for listeningIf you like this podcast, please hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is now available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very, very much for your support. では、皆さん、また次のポッドキャストで会いましょう。じゃあね。バイバイ。